前のこれはハンバーグ！ご飯にサラダにスープまでついて、これはもしやハンバーグセットというやつですか？いただきます。ものすごい罪悪感。僕の中で激しくアラームが鳴り響いています。僕はこんなものを食べてしまってよかったんでしょうか。言い訳がないです。早くキャンセルを。これが呼び鈴でしょうか。でも振っても振っても、なりません。こうなったら直接お尋ねするしかありません。すみません店員さん、すみません。なるほど、ここを押せばよいのですね。ありがとうです。これで店員さんを呼べます。よし、ではここをポーンと。なりました、なりました。僕、何のご用で店員さんを呼ぶんでしたっけ。ごめんなさい、一旦ポーンは取り消しです。目の前に人、僕をじーっと見つめるあなたは一体誰ですか。お前が勝手に俺の席に来て勝手にのたれ死んでたんだろうが。そっちが先に名乗るのが筋だろう。失礼いたしました。僕の名前は名前は、ち、自分の名前くらいさらっと言えねえのか。住所、どうしてここにいるのか、全く記憶がありません。そろそろお開きです。お部屋に戻るまでがお茶会ですよ。仲良く帰ってくださいね。ひなちゃん、結局来なかったね。美味しいお茶菓子持って駆けつけますって言ってたのにね。あれ？ひなちゃん？すごいお荷物。
避けなきゃ避けなきゃ避けな！うわあ！痛い。ねえ大丈夫？頭、ごめんね。僕は大丈夫ですよ。肉じゃがのお鍋がて。キノコが呼んでる。行っちゃった。え？ちょっとちょっとちょっと。しまった。やらかしちゃったかも。雷ってほんとミスると面倒。ここどこだ？ああ、ったく、ここはどこだ？腹減ったな。ファミレスくらいあるだろ。こちらのお席へのご移動でよろしかったでしょうか？ああ。ついてきてんじゃねえ。何度も言わせん。だって僕記憶喪失だろ。だからなんだ、お前の面倒はお前で見ろ。ごめんなさい。でも僕誰かと一緒にいたくて。もちろんご面倒はおかけしません。その証拠にハンバーグのお代だって自分で。ああ、お財布がありません。すみません、僕の分のハンバーグのお代まで。ついてきても帰る家なんてねえぞ。ここの人間じゃねえんだ。え、じゃあどこから来たんですか？元いた場所には帰らないんですか？元いた場所？何しにって、その寝たりご飯食べたり。帰らなくてもできる。確かに。じゃあなぜみんなお家に帰るんでしょう？帰りてえからだろ。そういうやつについてけ。にハンバーグ代をお返ししなきゃ。お詫びとかいらねえから視界から消えてくれ。いいえ徳さん、そういうわけには。借りはきちっと返すのが僕の流儀なんです。さっきからなんだその徳さんってのは。だって名前教えてもらえないので。僕感激しちゃったんです。他人の注文したハンバーグの代金を黙って払ってくれるなんて、なんて得の高いお人だろうって。だから徳さんです。お前、次その名前で呼んだらぶち殺す。わかりました。あ、そうだ徳さん、徳さんも僕に何かあだ名をつけてくれませんか？断る。お前のあだ名を考える暇があったら、今までこの手で殺してきた奴らの顔を一人ずつ思い出す方がはるかにマシだ。徳さんなのに冷たいです。お前、お、ポッケの中に何か入ってる。懐中時計。あ、もうこの
行かなきゃです。お、タイムセール、どこへ、こっち、それともあっち。思い出せない。タイムセールっつう言葉を覚えてんなら店の名前も言えんじゃねえのか。スーパー16時、お魚売り場水曜のみ、ディスカウントみやび17時、早いものじゃん！あ、僕、もしかして、ベテランシュウさんなのでしょうか？だとしたら、まれに見る童顔だ。童顔の、ベテランシュウ。西の空に雷雲、これは突風の兆し、引き上げた方が賢明です。あ、僕って漁師を兼業するベテラン主婦なんでしょうか？相当歩きにくそうな二足のわらじだな。お姉ちゃん、これ落としたよ。お、ありがとうです。なになに、招待状、お茶会の？秋は紅茶が美味しい季節、趣ある茶器で香り高いお茶を。僕、お茶会に参加するつもりだったようです。漁師を兼業するベテラン主婦、しかも勇敢マダム。童顔の、たこっちゃね。そもそもです、大量の火はどうするんですか？釣ったお魚をスーパーにおろして、そのスーパーのタイムセールで自分の釣ったお魚を買うんですか？あー、うるせえ。あー、なんという不経済。不経済なのに優雅。ん？不経済だから優雅？わー、僕もうわかりません。黙れっつってんだろうが、そこの、そこの、あ、くそ、ポンポン。ん？ポンポン？ひょっとしてそれって僕の頭のこのシュシュのことですか？つまり僕のことですか？大切にすんじゃねえ。名前なんてただの利便性だろうが。そういえばあれだ、お前の素性のヒントになりそうなことが。ファミレスに不慣れな様子だった。これが呼び鈴でしょうか？でも打っても打っても、食べてもなんだか楽しめなかったんです。罪悪感がこう漂
えるなら腕にすっぽりはまって抜けない花瓶のようにまとわりついて。なんだそれ。わかりました。僕わかってしまいました。いちいち騒ぐなって。タイムセール、釣り、お茶会、ファミレスに不慣れ、すべてのパズルが揃ったんです。僕の正体ついに判明です。タイムセール、釣り、お茶会、ファミレスに不慣れ、間違いありません。僕の正体はズバリ、お金と紐を持て余す巨大スーパーマーケットチェーンの社長令嬢です。つまりです、お金と紐を持て余す釣りとお茶会が趣味、巨大スーパーマーケットチェーンの自社のタイムセール情報の把握、社長令嬢、ファミレスを利用する機会に恵まれない。どうですか、これ以上の推理はありません。不思議ですね。自分がセレブだと分かった途端、すごくしっくりきたっていうか、自分の中に流れる血にセレブのエレガンスを感じます。一つ言っていいか。どうぞ。セレブは自分のことをセレブって言わねえと思うぞ。やめとけ。いいえ、こういう高級レストランならきっと僕の顔が知られているはずです。証明してみせるんです、僕がせ、いや、大富豪だということを。大富豪。いらっしゃいませ、お客様。ご予約はいただいておりますでしょうか。いいえ、予約はしていません。でも僕のこの顔に見覚えはありませんか。失礼いたしました。僕のお席ご案内いたします。ほら、やっぱり巨大スーパーマーケットチェーンの社長令嬢なんですよ。だから顔パスなんですよ。待て、ポンポン、お前もんなしだろ。大丈夫です、大富豪はきっと現金払いなんかしません。徳さんにもおごりますよ。すみません、エビフライありますか。え、ない。お料理やたら少しずつ出てきますね。これじゃお皿を洗うのが大変ですよ。すみません、僕の分まとめちゃって大丈夫です。はい、一皿に。うーん、お腹がいっぱいです。徳さんももうごちそうさまですか。すみません、保存容器貸してもらえますか。あ、もちろん洗って返却。うわぁ、つまみ出すなんてひどいです。推しが強いからつい有名人かと。とんでもない食わせ物じゃないか。違うんです、僕わかるんです。あ、いや、今はちょっとわからないけど、わからなくてもそれでも自分のことは自分が一番よくわかるんです。諦めろ、行くぜ。そうだ、もっと偉い人はいますか。その人ならきっと僕のこと知ってます。私が偉い人だけど、君の顔に見覚え。全くない。前世でも会ってないね。そんなー。そんなことより、スペシャルコース二人で56,160円、ちゃんと払ってってね。56,160円。たけ、見ろ、
56,160円の伝票だ。これを高いと感じるのか、安いと感じるのか、それが全ての答えだろう。小遣いの額なのか、それとも。どうなの？答えろ、パンパン！56,160円は、56,160円は、お寿司が561皿食べられるお値なんです。僕、社長令嬢じゃなかったみたいです。全然だよ。クソめんどくせえ。ごめんなさい。だと思ったのに、もうダメです。僕はこれからずっと正体不明のままなんだ。正体不明？最高じゃねえか。え？戻りたくもない過去かもしんねえぞ。全部忘れるチャンスだろ。なんてこと言うんですか！帰る場所があって、あるって分かってて、それでも余裕ぶって帰らない。トキさんになんか分からないんです、僕の気持ちは。分かりたくもねえな。トキさん、ひどいです。トキさんなのに。だから誰だよ、それは。そんなやつ知らねえっつってんだろ。お前がお前の過去に何をそんなに期待してるか知らねえが、その甘え腐った態度見てると虫唾が走るんだよ。そんな。まあ俺とお前は他人中の他人、一緒にいる理由は鼻っから一つもねえ。いい加減もうついてくんね。待ってください。確かに僕は甘えているかもしれません。でもどんなひどい過去でも、そこに待っている人がいるかもしれないじゃないですか。だから僕は帰りたい。一人ぼっちよりはマシだから。ひなちゃん、やっと見つけた。もう心配したんですよ。ひなちゃん大丈夫ですか？どこか痛い？怪我した？ひなちゃん、それが僕の名前。徳さん、僕実感ないです。ひなちゃんの様子が。よかったじゃねえか。いいか、ポンポン。二度と俺の前に現れんじゃねえ。次は殺す。じゃあね。待ちなさい！あなた、ひなちゃんに何をしたの？もしてねえよ。信じられると思う？ひなちゃん、変身できますか？変身？僕、どうすればいいのか。へぇ、なるほど。やぁぁ！なんでかって、お前の甘えを正してやるために決まってんだろ。
ひなちゃん、私の後ろに。ごめんなさい。僕、変身ってどうやるのか思い出せなくて。過去に甘えるた、自分以外の人間に甘えるた、どういうことなのか教えてやるよ。わかるか、今そいつはお前のために死にかけてんだぞ。トキさん、やめてください。お願いです、やめてください。やだね。ほら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 、苦しそうだな。わかったか、ポンポン。時間まで粘ったのに、針どころが悪くて気づいてもらえない。定価でレジを打たれる理不尽です。でもそれの100万倍くらい納得できません。ひなちゃん、耳変身できてる。瞳学園にキャプテン、僕は桃井ひな。やったー、僕ついに思い出しました。誰に向かって噛みついてっか分かってんだろうな。いい加減楽になれ。畑なのか、お前は。徳さん、お願いです、本当の名前を教えてください。僕、お礼を。いいぜ、教えてやるよ。俺の正体はな。はい、正体は最強最悪の殺戮マシンだ。だから、俺は最強最悪の殺戮マシン、聞こえてんだろ。避けないと本当に死んじゃうよ。殺戮マシンは名前じゃありません。もしたとえ徳さんが本当に殺戮マシンだとしても、それは名前じゃありません。何を言ってる。徳さんが徳さんの場所で徳さんの帰りを待っている人たちに何て呼ばれているのか、僕はそれが知りたいんです。誰が
僕は帰りたい。一人ぼっちよりはマシだから。クソったれ。ああやめだ、付き合ってられっか。行かなくて、お茶菓子は他の人に。そうだよ、今日はリベンジのお茶会だもん。ひなちゃんは主役なんだから。昨日はひなちゃんがいなくてすっごく寂しかったんだよ。僕がいなくて待っててくれてありがとうです。やっぱり行ってきます。僕にお任せです。あ、ひなちゃん。徳さん、もう帰り着いたかな。徳さん、待ってくださいってば。僕、ハンバーグ代もまだ。いらねえ。そういうわけにはいきません。借りはきちっと返すのが僕の流儀で。しつけえな。いいか、驚愕の真実を教えてやる。お前が食べたあのハンバーグはな、俺が頼んだ俺のハンバーグなんだよ。僕、徳さんのハンバーグを勝手に食べた上にキャンセルしようと。だから俺は俺のハンバーグ代を払っただけだってことだ。お前に貸しはねえ。以上じゃあね。待ってください。どうしてそんな急に。あんなに帰らないって言ってたのに。俺の方か。クソみたいな帰りだが返しとくか。アクセラレーター、俺の名前だ。それがトキさんのお名前。アクセルのレルレルじゃなくて、貧乏症の自分が嫌いだなんてもう言いません。だってこんな僕をみんなが待っていてくれたんですからね、徳さん。じゃなくて、アクセルレルレル。もう一回雷打ってみるか。つうか打たれてみるか。ビビリは嫌かも。だってしょうがないじゃない。クロコもあいつも助けに来る気配ないし。むむむ、あいつって誰。言っとくけど、トーマは来てくれるよ。私が待ってれば絶対に来てくれる。あ、そう。じゃあ私一人で先に帰るね。世話の焼ける。ねえ、あんたも帰んの。悪いけど